はいどうも、今回はこちら長谷川のトラストカローラレブン AEQ21990JTC、 これをやっていきたいと思います。後期だから急にだけど後期だから、後期を組むのは1回だけ、ちょっと依頼者さんのね愛車再現で組みましたけども、愛車再現ってことで動画にはしてなかったんですけども、その1回だけですね。それ以降組んでもないです。じゃあ見ていきましょう。では見ていきましょう。あのね、ちょっとね、あれっていう風になったのは、こう部品点数、87って書いてあるんですよ。だけど、後期になるからって言って、構成はね、そんなに変わってるわけではないんですよね。何なんだろう。ボディ自体は前期後期変更なしです。変わらないです。で、ふと思ったんですけど、130何点とかって書いてあるのって、部品のランナー総数なのかな。で、その中で使うのが87なのかな。一つ一つね、部品点数を数えてるわけではないので、どうなんだろう。これも前期後期共通ですね。だから、どこで変わるのか、変えてるのかなっていうのがね、ちょっと不思議。グループ A のこのパーツ自体も変わりません。で、むしろ、このね、エアジャッキのチャックルの部品、これがね、ついたりするっぽいんですよ。まだしっかり説明書見てないんだけど、箱の写真を見る限りね。ってことは、前期よりも部品点数増えてるんですよね。だからこのフロントのエアジャッキも多分使うんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。これも前期後期変わらないですね。リアスポの形状も変わってる感じはしない。ボンネットもね、GTZ じゃなくて、多分 GT がベースだと思うんですけど、だからこのエアスクープとかね、そういうのがついたりするわけでもないです。ここがなくなってますよね。エアロミラーの形状がまたちょっと違ったりだとか、なんかもう一つ、なんかいろいろついてたと思うんですけど、それがなくなったりとかしてるんですよね。ってことは、やっぱり使う部品の数で表示しているものと、部品点数、総点数で表示しているものと違うのかな？メッキパーツはね、ここは繋がってたんだっけ？どうやって繋がってたか覚えてないんだけど、こういう感じでね、顔面部品と、テールランプの内側とか、マフラー出口とか、ノーマルの場合のね、マフラー出口とか、ミラー鏡面とかっていう風に、こう二つにランナーが分かれましたね。クリアパーツも、ほら、前期型だったらこっちについてたけど、後期型なのでこっちに変わってます。自分もね、はっきり分かってるわけじゃないんですよ。92に関しては。ただ、ちょっとテールランプのね、デザインとかが変わったりだとか、バンパー形状が変わるので、それに合わせてね、バンパーウインカーの形状が変わったりとか、そういう感じの違いって感じですね。ホイールはウェッツスポーツのレビンと共通になってますね。おぉ、バリが早速発生しとるが。こっちは使わないですけど、こっちを使ってね、作っていくような、そんな感じになりますね。オイル自体はピンタイプ。だからまたここで4本、これが余るという感じですね。で、タイヤも変更なしですね。どっかの92の段階で話してるかもしれないですけど、1台だけね、このタイヤのね、このパーティングラインを削ろうとしたんですよ。そしたらゴムがめちゃくちゃ柔らかくて、実車のスリックタイヤとか S タイヤとか、S タイヤとかその辺に限った話じゃないんですけど、サーキット走った後にタイヤカスを拾ってね、そのタイヤカスがタイヤのトレッド表面にボコボコくっついたりとかするんですよ。そういう感じになったりとかしちゃったんで、もうこのパーティングライン削るのはね、今回組んだ中で1台だけやりましたけど、他は削ってないです。これ後期の部品になりますね。バンパーの形状がちょっと違いますよね。ここの横にね、ここの上のところに横にスーって入ってたのがなくなったりだとか、あとはこういう顔風に変わったりとか、リアバンパーも多分モールの形状が違ったりするのかな。
でもマフラー出口の形状も変わってるかな。あとはまあこっちはノーマルの部品なんであれですけど、まあ後期になるとこっちの部品になるっていうところですね。そしてデカールと窓枠マスキングのシールというような感じの構成になってます。まあ、今回まあ、うん、これ塗ったらまたかっこいいんだろうけど、ちょっと塗らずに、やっていくようなね、そんな感じになるかなっていうふうに思いますけども、まあ、こんな感じでねちょっとやっていこうかなっていうふうに思います。これ前期で今回組んだ中では一番多かったバイオの92の部品なんですけど、これが部品点数が138っていう風に箱に記載があります。で、こっちがトラストのね、何個だっけ ?80? こっちが、トラストの87ですね。ランナーの数が、V がないですね、こっちの方が。V がない、けど、あとは、そんなに変わってないんじゃない？ホイールの方、こっちの方が多いですしね。で、実際切り出ししてみたら、今回のトラストの方が多いです。エアジャッキの部分と、あとは、まあ、さっきのジャッキのチャックの部品とかっていう風になったりとかして、結構違うには違うんですよね。ちょっと数数えてみますか。まずバイオの方ですね。ボディが1、タイヤが4、B 部品が11、D が2、使わない部品も全部入れます。10、11、J が11、K が1、E が12、S が15なんだけど、左右対称のやつがあって17か。で、R が、R が40、41、X が4、V が4、W が6、Y が6、WC、ホイールが、4も本で、4。で、ポリキャップが4。128。あれ ?10 点足りんが。あと10どこ？入れ忘れてるものある？ん？ん？あと10どこ？もういや、とりあえず128。ぽい。だってあと10ってないもんね。うん、ない。じゃあ、次こっち、トラスト。ボディ、タイヤが4、B が11。B が4、D が11、E が1、ポリキャップが4、H が11。B が、プレイのさっきボディのさっきと、キャップは15、17。R が41、X が4、W が6、Z が6。ホイールが48。部品点数ってあんまり気にしなくていいのかな。長谷川の場合って結局使う部品も含めて、使う部品使わない部品も含めてっていう風に計算されているキットと、それが計算されていないキットがあるんですかね。ちょっと画面汚いね。うん、年取るとね、いろんなところがね、油ぎっしょになるの。ちょっとこっちで使う部品計算してみます。1、2、3、4、5。97。何なんだ。何なんだ。長谷川の部品点数の表記は何なんだ。
謎が深まってしまった。これは穴開け間違えないようにしないとねこれはって毎回間違えないようにしなさいよ。ここのね、これはここの一番端っこの部分で開けて OK っていうやつなんでね、まあ、ここに4ミリの穴を開けるっていうやつなので、ただ中心に穴を開けられるかどうかっていうのはまた別の話。とりあえず 0.8 で開けます。本当にね、穴開けはね苦手、まあ苦手なことしかないんだけど、なんでみんな綺麗に中心に穴を開けられるの？ちょっと待って、これってトラストってトランクにラインが貼るんだっけ？あ、ちょうど避けるんだ。避けるんならいいね。よいしょ。避けるんならいいよ。前作った FET とか、この間の、ミノルタみたいにね、デカールの、こう、位置に対して、穴の位置に対してずらしちゃうと、ずれちゃうと、どうしてもね、ちょっとね、っていうところがあるので、まあ、しまったな、ほんとミノルタ。なんであんなことしちゃったんだろう。まあ、デカールを印刷して、っていうふうにね、前に FET の時にやりましたけども、まあ、そういう感じにしてあげれば、綺麗なところに開けられるわけではないけど、このおっさん下手っぴだから。だけど、そういった方法はあるんですよね。だからいろいろと方法はあるんだけど、じゃあそれがこう毎回うまくいってるか、毎回失敗してんだけどだけどね、まあね、なるべくそれっぽく見えるようにみたいなね、そんな感じにしていけばいいんじゃないかなとは思います。久しぶりのドリル登場。下穴を開けたので、これに対して、まずは3ミリ。で、前はこのドリルでギリギリの大きさまで開けるっていう風にしましたけど、あれ、充電したばっかなのよ。今はテーパーヤスリでね、下穴に対してちょっとドリルが太すぎた。よいしょ。で、そっからテーパーヤスリで広げていく。よいしょ。っていう風にした方がいいっすよね。まあドリルの刃自体がもうダメかもしれないけど、そしたらあと残り 0.5 はテーパーヤスリで磨いて削って、やっぱ中心ずれてんな、削って広げれるっていうような感じにしてねやります。このトラストのレビンなんですけど、この細いデカールあるんですよね。で、これがプレスラインに合わせて貼るような感じになるんですよね。で、こういう細いのってはっきり言って貼りづらいんで、自分もあんま好きじゃないですあんま好きじゃないんですけど、かつニス白もあってっていうやつですけど、とりあえずまずはこれはもうギリギリ攻めて切るとかそういうことせずに、このままもうちゃいます。で、これの怖いところは、まあ、自分もよくやらかすんですけど、こういう細いデカールピンセットとかでつまむ時に切れちゃったりとか、そういうこともよくやらかすんですよね。なのではっきり言って自分も苦手ですけど、まあ、とりあえずちょっとやっていこうかなということで、これからね貼っていきたいと思います。貼る場所の基準としては、これに関してはこれ先にここのトラストのあれ3色貼った方が楽かな。ここぐらい、この A ピラーのこのミラーベースの付け根ぐらいからスタートっていうのと、リアはここのトランクのね、ここからスタートみたいですね。だからまあ別に基準とかっていうことはしなくても大丈夫かな。基準としてはそこから
張っていくような感じかなというふうに思います。あとこのフロントグリルのトヨタマーク、デカールシートごと切って貼ってください、出ましたね。なんですけどこれ使いません。使わずにだいぶ前にメタルインレッド、どこ行った、これズームオンのメタルインレッド、これあったの、これ前にね取り寄せたやつがあったのでこれを使います。なのでこのデカールシートごと、四角かったりしたら、もうちょっと大きかったりしたらプラ板ね切って貼って、でそれをペタってくっつけるということもするんですけど、これはちょっと楕円というかそういう風なのでやりません。ではね、とりあえず1本目が浮き始めたので、ちょっとエアコンの風向き変えなきゃ、よいしょ、いきます。これはとりあえず貼っても触らないっていうことをしなきゃいけないですね。ここのプレスラインのこのラインがあるので、ここにマークフィットだけ、マークセッターだけ塗っといて、裏からマークフィットは塗りません。これは塗ったら柔らかくなりすぎる。ぺちょぺちょ、なるべく引っ張る方向で位置を持っていくような、そんな感じですね。そしたらもう触らない、引っ張って貼って触らないっていう方法を取っていきます。でもそれだと定着しないんじゃない？します。どういう風にするかっていうと、まずこの状態で乾かしちゃいます。とりあえず乾かしちゃって、固め、乾かしちゃってからもう触らない。こっから触りたくなる気持ちはあるんですけど、でちょっとずれてるなとかって思ったら、この状態でピンセットとかね、筆とかでねこうやって調整してあげると、でもできればね引っ張る方向でね決めちゃった方が楽だと思います。こうスーッと引っ張ってあげる。そして乾いたら今度はその上からねアクリル溶剤塗ってあげる。要は固ま、位置がある程度決まって固まってからじゃないと、クニクニやるとまあ切れるかな、切れるし、まあなるべく引っ張る方向で持っていけば結構ねまっすぐは出てくれるんですけどね。で、その何、固まってから、ある程度固まってから、そこでようやく、アクリル溶剤塗ったりだとか、マークフィットのスーパーハードとか、これ話したかっていう風にしてあげると比較的綺麗に貼れるんじゃないかなっていう風に思います。これね、今気づいたんですけど、リム幅違うんですね。リアの方が若干細い。まあ前も話したと思いますけど、この頃の FF 車のセッティングの方向って、とにかく抵抗にしないっていうね、いうことだったっていう話は聞いたことがあります。今だったら、何、リアの FF でもね、リアタイヤをうまく転がして、ちゃんとグリップさせて、で、何、ああ、ずれた。よいしょ。転がして、ちゃんとグリップさせて、曲がるっていうのが、まあ主流な考え方みたいな話を聞いたことがありますけど、この頃はとにかく FF 車のリアっていうのは抵抗になるから、ちょっとでも、まあグリップもね、ほどほどに食ってくれればいいみたいなね。言い方はちょっとあれだけど、うまいこと出てこないんだけど、そういうことがあったって話は聞いたことがある。だから、これも、まあ、この9人もそうですし、ヌヌの、何 ?EF シビック。あれもね、前後で幅が違いますよね。で、リアの方が細いみたいなね。そんな感じになってたはず。もう今そういう知識がね、全然もう、
入れないようにしてるから、もう別に今からサーキット走って10年ぶりぐらいに、十数年ぶりぐらいとかに走ってみたさはないわけじゃないんですよ。ないわけじゃないんだけど、今行ってもね、多分ね、体がついてこないと思う。体がついてこなくて、で、うまくね、走れないと思う。あ、ちなみにリムは、あの、クロサフのスーパークロ、クロサフの、クレオスの黒に、スーパークロームシルバー2みたいな感じで吹いてます。どうなんだろうな、今サーキット行ったら、ちゃんと走れるんだろうか。まあ走れないだろうな。あっさり言うけど走れねえだろうな。あんまりね、ちょっと昔話ばっかりも良くないかなとか思ったりもするんだけど、昔話をしちゃう。まあ自分はね、まあカローラ乗ってた時、101GT だとか111の GT 乗ってた時にね、岐阜県の瑞浪市にある YZ サーキットとか瑞浪モーターランド、まあ瑞浪モーターランドなくなって YZ サーキットだけになって YZ 南だっけになって YZ サーキットがなくなってみたいな感じでしたけど、うん、瑞浪モーターランドは、まあ、月1ぐらいで走りに行ってたんで、70スープラン。101GT になってからはそれほどでもなかったかな。だけど、やっぱり、楽しかったっちゃ楽しかったですからね。FF 車でもね、YZ サーキットの、1コーナーから2部屋に入るあたりで、1コーナー緩くて2部屋でクッって感じなんですけど、そのクッってところに、もう思いっきりブレーキガーンって踏んで、で、ケツスススって滑らせて、入るのがね、決まるとめちゃくちゃ気持ちよかったの。タイムはね、そういう走り方しちゃ出ないんだけどね。でもそのわざとこう滑らせて、入るのが自分は好きでした。でももう今はで、まあできんだろうな。まあこんな感じでマスキングしておいて、蛍光のね、イエローまで塗っていきたいと思います。まあ部分的に組み立てを始めていますが、これね、まあこんな感じでシャーシとかも組んだりとかしてるんですけど、これね、室内もこんな感じでっていう風なんですけど、ですね。まあ、とりあえずまずはいいや。ここ、アンダーゲートになってるんですけど、この状態でね、例えば、タイヤくっつけて、こうやって、まあ、はめると。っていうふうになると、こうやってね、ゲート位置が目立っちゃいますよね。ちょっとこれはかっこよくないので、ここはガンダムマーカーで、の黒でね、チュチュチュっと塗っておきます。こう斜め前からとか見たりした時とかにね、ここにまあゲート位置が見えちゃうと、まあちょっとねっていう。で、タイヤに関しては、このタイヤね、ペーパーで当てて削ろうとするとものすごい柔らかくて、ねちょ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 した感じになっちゃうんで、これはあえてもうタイヤは削らずに行きます。これ、まあ例えばね、実際にそういうことはできないですけど、このキットが仮にモーターライズだったとしたら、これグリップ力だけはすごい高そうな、そんな感じのタイヤがついてます。で、これなんですけど、あのね、フロントはいいんですけど、リアがね、結構硬いんですよね。タイヤとホイール、まあ、こうグッて押し込もうとすると。でね、まあ足自体が結構、まあ実車のアームのね、形状を再現してるんですけども、このアーム自体がかなり細いんですよね。なので、またね、リップクリームを使います。薄くね、本当に薄く。薄く塗るだけでいいです。あんまりダバダバ塗ると今度ははみ出しちゃったりとかしてね。格好悪くなっちゃう。し、ホコリがついてあったりとかね、そういうことになったりとかするんで。でもね、リップつけてもね、これね、結構硬いんですよね。で、さっきも言った通り、ここ足回り自体がかなり脆いんで、軽く当てがった状態で、ピンセット。
ってね、こうやってくる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 にしようか、こうやってくる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 、そっとそっと、ここのここの部分をちゃんと持っておいて、こうやってくる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 回しながら入れていきます。ほらもう剥がれた接着。もうここさ、ここのロアームの形状ね、まあ今更か、今更ではあるから言わんとこ、これももう市販車とグループ A のやつをね共用化した絡みで、まあこのアームの部分をね、まあ、メンバーは市販車と共通だけどっていう、ああほら剥がれてきた。結構ね怖いんだよなこれ。もうちょっとね、これね、なんでこうなってるのかっていうのはちょっと何とも言えないです。このタイプのホイールと、まあ、このウェッズのホイールと、よいしょ、だろうが、トムスのね、ホイールだろうが、どっちにしてもね、ここね、すごい硬いですよ。トムスのホイールの方が硬いかもしれない。なぜか、リアだけ硬い。フロントはね、結構ね、スコーンってはまってくれるんですよ。硬いけど。でね、リアはね、あ、こいつは大丈夫か。トムスのホイールはね、リアのホイールはね、まず回らなくなっちゃう。フロントは結構スルスル回ってくれる、ね、だ本当にちょっとしたクリアランスの違いだと思うんですけど、まあこんな感じでね、やっておいて、まあ室内とこれ合体させて、で、まあ組み立ての方をね、進めていきたいと思います。はい、長谷川のトラスト AE92 カローラ、AE92 トラストカローラレビン 1990JTC 完成でーす。ドライバー名のデカールを貼ってなかったことにルーフのね、気づいたのがほとんど制作が終わってた時に、はぁ、フロントグリルのエンブレムはね、ズームオンのメタルインレッドに変えました。あとはもう基本的にはキットのまま組んだっていう感じです。別にディティラップとかなんかそういうことは特にはしていないですね。あとももう基本的には他の92と同じような感じです。これは後期なのでね、ちょっとテールランプの形状が違ったりとかしたので、それに合わせてちょっと塗装をね、塗り方を変えてみたりとか、そんなことはしていますが、基本的には全部一緒っていうところはある。という感じで組んでいます。フロントグリルのデカールがね、デカールというかあれがなんかまた別のがなかったのかなって思ったりします。例えば 2.5R 70スープラの 2.5R のメタルインレッド、多分入ると思うんだけどな、大きさ違うのかな、その辺とかから持ってきてもいいような気がするんですけどね。まあそれがしてないってことは大きさが違うかコストの問題かその辺かなっていうふうに思いますけども、まあ長谷川に限った話じゃなくて、まあ富士見のやつでもそうですけど、エンブレムのねデカールをこうその台座がないっていう、まあ別に青島にもあったか、台座がないっていうのは結構あるんですよね。で、じゃあそれをプラ部品で起こすと、じゃあその分厚みが、もう確かに厚みは出ちゃうと思うんですよ。だけど、それがその部品としてあるかないかだけ、そういうのもね、だいぶ変わると思うんですよね。あ、ここもこうやってモデル、台座も作ってくれてるんだっていう風になると、まあ例えばそれをね、じゃあそのままつけるか、腕がある人はそこから薄くしてやるかとか、その辺はね、また変わってくると思うんですけども、そういったね、ところがね、まあこれはまあ限定品だから余計と難しいのかなってことは思うんですけど、なんかそういうのがちょっとあってもよかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。台紙ごと貼る、まあ貼れなくはないんだろうけど、台紙ごと貼ると台紙のね、切れ目のところがね、どうしてもその台紙の白いのが残っちゃったりだとか、まあ、台紙の色が残っちゃったりだとか、あとはそのどうしてもこの綺麗に楕円を貼るのはね、切るのはね難しいと自分はね難しいので、なんかそういうところはちょっと欲しかったかななんてことは思います。さあ、じゃあ残すところはね、あと1台です。92祭り
もね、残り1台、まあ、それをね、まあ、また見ていただいて、とりあえず急に祭りは終わりっていう感じになりますかね。というわけで今回は、長谷川のトラストカローラレビン、まあ、AEQ2 トラストカローラレビン 1990JTC でした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。